はい、では、男の勲章の足のパターンですね。一応原曲バージョン通りのやつですね。いきますね。まあ、連続してやると難しく聞こえるんですけど、ちょっと分解します。手はずっと今までと変わらないです。これずっとこれで、足がどうなってるかというと、まずパターン1、ドン、パッド、ここまでやってみてください。最初は足入ります。ドンで、両手の時は足が入んない。で、その後に足だけ、最後足だけ、ドン、パッド、うん、うん、ドン、パッド、うん、うん。まずこういう練習で、後半のフレーズ、ドン、パッドの後のフレーズですね。チドタ、っていうつなぎをね、ドンパドチド、手足両手チドタ、これ後半、前半はドンパド、後半はチドタ、ドンパドとチド、この8分音符っていう音符の位置で今足が入るので、ここがすごく難しいので、まずこのフレーズ やろうとしてね、最初一発目でちょっと厳しいなと思ったら、やってほしい練習その1、右手と右足を交互、チッドンチッドンチッドン、これ8分音符の裏になりますね。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー、エン、ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー、エン、これチッドンチッドンだけやる。で、次に両手足両手足でタントンタントン、っていう練習をひたすらやってみてください。もし難しかったら